吉田さん、やってみなければわからないってよく言いますよね。でもこれに似た言葉で思いついたんですけども、やってないからわからないってのがあるんですよ。社長業ってほとんどの人がやったことないんで、どんな景色なのかほとんどの人わかんないですよね。まあだからいつも考えるのは従業員側、給料をもらう側、指示を受ける側なんですよね。社長になって全体を見ていくと本当によくわかるんですけども、まず一つは社長は社長以下のどんな役職も兼ねているってことなんですよね。だから平社員もできるし、課長もできるし、部長もできるし、全ての役職、全ての人員の入れ替えが社長自身だったらできるんですよね。でも逆は無理ですよね。一従業員として働いていて、まあそれがね、仮に課長でも部長でもいいんですけども、じゃあ明日からあなた社長やってくれますって言ったら、どんなに人生経験を積んでる人でも社長業は無理ですね。今まで考えたことのないことを考えなくてはいけないですし、見てないものを見なければなりませんし、社員の不満も一手に引き受けなければなりませんし、マーケットやお客さんの不満とか不条理にも全部回答を出さなくてはいけないんですよ。まあですので、個人的な悩みとか個人的な不都合なんてのは元っか言っちゃいますよね。多分吉谷さんが社長業をされていた時も、そして今もそうかもしれませんけども、個人的な欲望とか欲求とか悩みってもうどっか吹っ飛んじゃいますよね。特に部下を抱えている時とかっていうのは、そいつらの言ってみればね、処理だけでもう本当にね、退屈しないですよねよくこれだけトラブル思いつくな。あ、そして泣き言を言って社長のところにね、こんな問題起きてるんですとか言ってね、泣きついてくるんですよ。自分で処理できねえのかなとか思ったこともあると思うんですよ、ね、そういうのを吉谷さんは一件一件紐解いてあげたりとか、時には丸坊主にしたりね、時にはぶん殴られたりとかして、結構見本を見せたんじゃないかなと思うんですよ。問題解決のためにはこんなことまでして体張れよみたいなね。まあでも体張らないですよね。体張れる度胸があれば一社員なんて誰もやってないですからね。やっぱり誰もバックにないオーナー社長ってものに手を出す勇気はほとんどの人はないと思います。だからこそ不満がたくさん出るんですよね。まあ偉そうに言うつもりはないんですけども、やってみて見えた景色っていうのは私はこんなところです。で、多くの方はやってないからわからないんですよね。やってないから、だからまあ申し訳ないですけども、的外れなことばかりを言ってやって、自分の人生の的を外れた道をずっと歩いてると思います。まあこれが冷たい現実なんですよ。まあだからといってね、社長をやりなさいとは言いません。自分の、まあ、好きなことをやればいいと思いますし、能力の及ぶ範囲のことをやればいいと思いますが、どこに行っても自分で処理しない限りはその不満はついてくるよっていうことなんですよ。一従業員として目の前の課題を全部自分で解決できれば何も言うことはないんですけども、でも大体上司とか先輩に丸投げしちゃいますよね。友達とかに相談しちゃいますよね。要するに自分で解決できないってことなんですよ。厳しいことですけどね、これ確かにそうだなと思えたらちょっと先があると思います。で、社長ってのはとにかく部下や後輩から、そしてお客様から、取引先様からあらゆる不満が毎日のように襲い続けます。もうね、本当に退屈しないですよ。とにかく世の中にトラブルってこんなに多いんだって感じのが一手に集まってきますからね。それを一つずつ処理していくわけですよ同じ人間なのにね、それを処理できる人と、もうどうにもできませんとか言ってね、作業をすぐに投げる人っていうのがいるのがなかなか興味深いところですね。まあ社長業ってのは結局雑用処理班ですね。その町内会長も雑用処理班でした。結局は最終的にはこの人がやるだろうっていうふうに高をくくれば、まあ好きなことやってくるわけだし、すっぽかしたりとかね、やらなかったりとかね、めちゃくちゃするわけですよ。でもやり残したことは全部自分でやらないといけないと思ったら、最初から段取りよくやりますよね。でもそういう気持ちが一社員の時にあれば、本当に会社ってのはなくならずに全員の給料も上がるし、待遇も良くなるし、別に残業や休日出勤も全然必要ないんですよ。結局誰かが手を抜いてるんですよね。誰かが自分で処理できない問題を誰かに押し付けてるんですよ。そしてそれが誰かっていうのが分かりにくいのが会社っていう組織です。はっきり分かるのは、社長は最低この社長だけでも動かないとどうにもならないってことです。社長が責任を放棄したら、その会社で結局物事を解決する人は消えるってことなんですよね。いやー、吉田さん、昔話ってのはこうやってね、本当に苦労話ってのは面白いですね。本当昔の黒話面白いですね。もうだから私と吉田さんの二人っきりのやり取りだからこれは面白いですけども、まあ一応一般公開してますけどね、
他の人に言ってるわけではないですから、あの何くだらない過去の苦労話聞かせるなってコメントはちょっとご遠慮ください。これはね、吉谷さんと私の二人っきりの会話ですんでご容赦ください。まああのちょっとね、雑談が耳に入ったかもしれませんけど、まあ最後にね、この億万長者合宿のやり取りはこういうふうに考えてもらいたいんですよ。ファミレスの中で大勢の人がいます。私と吉谷さんが一つのテーブルに「よう」って感じで待ち合わせして、二人でね雑談をしてるんですよ。二人の雑談です。それが要するに YouTube で一般公開ってことは、個室で喋ってないですってことなんですよ。オープンカフェで喋ってますから、隣の席の人とか、まあともすれば向こうの席の人にも聞こえますよね。それが私と吉谷さん以外の視聴者さんってことなんですよ。だからちょっとね、耳障りなあのいろんな会話が聞こえるかもしれませんけども、だからといってファミレスでいきなりやってきてね、お前何言ってんのみたいなことやんないでしょだから聞こえても聞き流していただければ幸いです。ファミレスで私と吉谷さんが2人でね、チャージしたテーブルで喋ってるだけなんでね、よろしくお願いします。ではいってらっしゃい。